も終了してレッズとアントラーズは0対0の折り返しです。後半もゲームの解説はおなじみ田中浩二さんでお送りします。後半はレッズが右エンド、アウェーのアントラーズは左から右へと攻めていきます。アントラーズは前半アライバがイエローカード2枚をもらって退場、一方のレッズは平川が怪我をしまして細貝に変わっています。後半がスタートしました。ハーフタイムの選手交代はどちらもありませんでした。スタートは田中さん、やはり4バックにして鹿島は元山を左のサイドに置いてますね。そうですね、前半の終了間際もね、元山を下げて4バックにしてましたから、はい、そのままですね。中盤はセンターに青木、小笠原で、マルキーニョスが少し下がって左サイド、はい、右に野沢、最前線田代1枚という形です。大岩からその田代、いい落とし、切り返して野沢、マルキーニョス、サイド変えます。元山、まあ、これで元山も守りながら出ていく、はい、非常に大変な仕事をやることになります。ただね、そうは言いながらも今ねプレーできるのは10人なんで、はい、そこのあたりはね割り切って本当にチームのために何をしたらいいのかって考えてほしいですね。ただ前半のように本当にね前線からずっとのプレッシャーっていうのを鹿島もできなくなりますから、そのあたりをねレッズがどうやってこうスペースをうまく使って攻めるかっていうところが鍵になってきますね、はい。なおライバルチームのガンバ大阪ですが、前半を終えて1対0、バンドが40分にゴールを決めてヴィッセル神戸を相手に1点リードという情報が入っています。もしこのままレッツ引き分け、ガンバ勝ちの場合は最終節まで優勝は決定しません。ね、まあ、いずれしろレッツの方はね、優位なわけでね、はい、自分たちで優勝を決める可能性があるわけですからね。今田代と接触をして鈴木啓太が右足のすねあたりを痛めたようです。ちょっとたまらず今シンガードを自分で外しました。ですね、まあ、スライディングに行ったところを、ね、蹴られたと思うんですよね、はい。エスパルス戦では右目の上を切りまして10針縫いました。そこをしっかり今日はバンテージで固めて出てきた鈴木啓太。はい、鈴木選手だいぶ腫れも引いてきまして視野も大丈夫、確保できていますというふうに言っていました、はい。最初は脳出血でかなり内出血で腫れてましてね、まあ、大抵ねもう当たった後はね、はい、もう腫れが出ますし、それが引くまでですね、まあ、そうは言ってもね1週間ぐらいで当たれば痛いですよ。ポンテから相馬、小笠原のディフェンス、うまくかわすスペースへ、今のねパスが出たところのパスですよね。相馬のもう一つ丁寧だったらね面白かったですね。さあ中盤から野沢が行きます。マルキーノスが追い越してくる、いい走りですね。野沢が運んで、まだ坪井のディフェンス、まあ、こういうねあの少ないチャンスをやっぱり鹿島の方が大事にシュートまでつなげていった方がいいと思うんですよね、はい。打ち直すとサイドまで田代を使います。落としてマルキーニョス、ここは細貝がディフェンスに下がりました。ちょっとねあのレッズの方もね あまりねいい加減って言ったらおかしいんですけど、プレーをするとつけ込まれますから気をつけた方がいいと思いますね、はい。レッズモールです。本当にね今もね田代は行きましたけど、フォワードの選手がね本当にいいディフェンスをねしてますね。そうですね、小笠原から内田、大岩一旦下げます。長谷部、宇田の
ペース長井が出ていきます。オフサイド。そうですね、誰かやっぱりあの相手の背後に出ていくプレーもね必要になってくると思うんですよ、はい、出てた時にディフェンダーがついていって後ろにスペースができればそこを使えばいいし、逆にサポートした人間のところにスペースができればねそこを使っていけばいいわけですよね。ですからその分動きっていうのは大事になってきますね。ちょうど200試合出場になりました曽我畑。意外ともっと早く入れたいんでしょうけど人数が、ね、足りない分だけ時間かかってしまいますからね、ああいった形で最終的には寄せられてしまいますよね。田代とマルキンヨスがゴール前に入って待ってます。小笠原も来ました。トゥーリオ拾って長井、長井と大岩前向く、本山も来ます。いいカバーでしたね、はい、やっぱりあの1人がね1対1の状況を作るんじゃなくて守備においても数的優位をいかに早く作るかですよね。今の本山がね素晴らしく早く寄せてきましたからね、はい。右サイドに出てきました、まあ、中盤が、ね、人数多くなるわけですからできるだけ、ね、こういったところですね使えるといいですね、はい、ヒールパス、あ、もったいないですね。一旦しっかり足元に収めてもよかったですね、はい、細貝ここどうしますかね。ポンテからスペースへワシントンだ、当たらない、弱かったですね、うん。ワシントンでしたがジャストミートできませんでした。もう一度攻撃はレッツ、長谷部、長谷部から溜めて右サイドへ、どこにボールを上げますかね。細貝です、ミアサイドへ速いボール、長谷部が入ってきました。まあ、こういうシーンが多くなってくると思うんですけどね、いかに今度はクロスの精度をね上げるかですよ、はい、さあ、いいのぞいですよ。内田が追い越してくる、後ろから田代、選手がいません。一旦下げます、内田へ。ちょっとね、レズの選手もボール取った時ね、やっぱりクリアしたボールをしっかりね取れるようにしとかないといけないですね、はい、それはやっぱり長いワシントンの役割ですよね。見てましてアントラーズも10人で守るだけではなくて、はい、攻めてますね、攻めてますからね、はい、それだけやっぱりマルキーニョス活動量も多いですしね、はい、そのマルキーニョスクロスが入ってきます、田代へ。西岡さん、はい、でここで両監督のハーフタイムの指示が入ってきましたのでお伝えします。浦和レッズゴルガオジェク監督は前半からどちらに転ぶかわからないような試合展開の中で我々のチームとしてのゲームが後半できるかどうかが大切であるというふうに言っています。そのオジェク監督は今ピッチサイドでずっと指示を出しています。コンテ、ワシントン、こぼれ球、今のなんかもねやっぱりこうワシントンに収まるわけなんですけどその後のねプレーですよね。サポートが入ってきますとビッグチャンスになるんですけどね、やっぱりあの選手がね1人相手が少なくなったことで、ね、優位になってるわけですけどそこでホッとする前に点を取りたいですよね、レッズはね、はい、マルキーニョスから小笠原、球際でも非常にアントラーズの選手は技術が高くてボールを失いません。内田篤人、阿部勇樹のディフェンスです、はい、今うまく体を寄せられましたね。ただね、この内田のねドリブル突破っていうの魅力あるプレーだし、はい、勇気があるプレーだと思いますよ。そうですね、
マルキーニョス、こう中がいないですからね。今小笠原が探してます、はい、時間をかけてね、やっぱりやってる間に中に枚数を揃えたいんですけど、最初は今1枚もいなかったんでね。西岡さん、はい、一方鹿島アントラーズオズワルド・オリベイラ監督は後半立ち上がりから攻撃も守備も全員で行わなければいけない、苦しい時間帯が続くかもしれないが最後まで戦い抜くことという指示が出ています。チーム全体で守って攻めることですね。まさしくその通りだと思いますよね、はい、やっぱり後半始まってからアントラーズが1人少ないのかっていう感じがしないですから。トゥーリオが出てきます。ワシントンシュートコースには大岩が入っていました。今のような状況ですよね、スッとこう中盤いわゆるこう前へ開けてしまったときにどうするかですよね、はい、もっとレッズはワイド、あとはバイタルエリアをうまく使えるようなパスワークをして突破にかかった方がいいとは思いますけどね。コンテのコーナーキックです。相馬が拾う、阿部勇樹、もう一度相馬、鈴木啓太、青木のディフェンス、下げて小笠原、柔らかいボールで一旦野沢を使います。そして本山、ここはもうドリブルで運ぶしかありません、ね、いやよく粘りました、ね、本山から野沢、遅れて今田代が入ってきます。センター小笠原へ、ワシントンのディフェンス、3対3になりました。ワシントンからポンテ、前には永井がいる、あよく横足を出しました、はい、内田です、ね、もう早くもゲーム終盤かのように中盤が空いてきました、ちょっとね時間をかけるとね、鹿島の選手今なんかもねマルキーニョスが帰ってディフェンスしてますから、チームのためにっていう姿勢がね本当にいいですね鹿島は、はい、ちょっと今全体的にレッズは間延びしてますから、それをもう一度ねコンパクトにし直してねいかないといけないですね、まあ、鹿島には経験のある選手が多いですから、今自分たちが何をすべきかっていうのは十分分かってますね。そうですよね、それとやっぱりねみんな技術的にしっかりした選手が多いんでね、1対1の局面でもなかなかボールがレッズの選手は取れません。本山から素早いリスタート、拾ってトゥーリオ、ここからねサイドね上がりたいですよね、相馬ここからオーバーラップしていけばいいですよね。そうですね、追い越してきました相馬、もう一人サポートがいないと、ポンテが行く、運んでシュートだ、ワンタッチある、味方ですか今、長谷部の背中に当たったようです、まだまだね、シュートする距離が遠いですよね、ここですからね。まあ、攻撃の中心、ワシントン、ポンテをここまでは自由にさせていないアントラーズディフェンス。マルキーニョスから野沢です。うまく体を寄せて。うまく小笠原が見れば、あ時間かかってしまいましたね。えぐって中に入ってきます。長谷部のディフェンス、相馬、そしてトゥーリオ、ここですよ、ここをねしっかり取れないといけないですよね。強いですね大岩、拾ってマルキーニョス、ロングシュートに行きます。もうちょっとねレッツの方はボールをねシンプルに回していった方がいいと思いますよね。やはり自分一人一人のボールの時間を極力ね少なくしていきながら、もちろんね相手のペナルティエリアに近くなればドリブル突破と裏
ろんなことをやっていいと思いますけども、はい、ポゼッションから攻撃していく場合には、ね、もっとシンプルに素早くボールを動かしていきながら人も動くような形を取っていった方が10人の鹿島に対してはそれが一番いいと思うんですけど ね、 そうですね、まあ、今のところ鹿島を見てますと田代が最前線、はい、その下でワイドを野澤とマルキーニョスが見ているという感じです。ワシントンが行きます。ここも、ね、孤立しますからね。この時ですね、相馬時間かかりますよね。時間かかればかかるだけね、10人とはいえね、ペナルティエリアにみんな鹿島の選手たちが戻ってきますから、はい、できるだけ人数が揃ってないうちに入れるとかね、そういうことをどんどんやっていくべきですね。面白いもんでいつでも点は取れるようなと思ってるうちに時間はどんどん経っていってしまいますんでね、この状況が変わらないようであれば尾関監督も選手交代を含めて、作戦を考えないといけません。そうですね、ただねやっぱりなかなか交代をしない監督なんで、どのあたりで交代してくるかっていうのもね、なかなか読めないんですよね。パスが弱い。マルキーニョスから田代、うまく入れ替わった。ファールありません。坪井から右サイドへ。こういう時ですね、動き出しをしながらコンテ、柔らかいボールつながるか、山沢よくね、カバーしましたね、山沢ね。あ、入れ替わった、相馬ラストアドクト、ワシントン、打てない。いやこれも大岩と山沢ですね、集中してますね。そうですね、こういうね、プレーがやっぱり大事ですよね。ソガワタもまたそこ行ってますけど、ああいうプレーは必要ないですね。イエローカードが出ないのか。そういうことなんですよ。大木屋さんに今抗議をしています、曽我畑。まあね、10人になって苦しいのは分かりますけど、日本の、ね、代表選手なわけですから、もっとそれよりもね、そうじゃない形で勝つことを考えていった方がいいと思いますね。前半のうちに洗い場がイエローカード2枚をもらって退場しました。1人少ないアントランス。曽我畑から田代、今度はワシントン、大岩のヘディング。この時ですね、全体的にマークを見ながら押し上げをできていけばセカンドボール、こういうね、取れますよね。細貝から鈴木啓太、センターポンテを使う。ワシントンだ。ポンテはスペースへ出る。長い。切り返した。シュート。いやー、こぼれたのワシントン。これはノーファールでしょうね。今逆にシミュレーションでイエローの対象じゃないのかと抗議をしました。いいですね。まあそういうふうに見ればね、そうかもしれませんけども、鹿島も確かにそうなんですけど、鹿島らしさってね、やっぱりやってほしいですよね、ここね。この後です。まあ、シミュレーションとか ね取られてもおかしくないですけど、ワシントンは前半戦のうちにイエローカードをもらってますですね。ですからなおさらですね。ボールキープ、インターセプト、細貝すぐに重さが来ます。時間かけましたね。ポンテ、ゴール前はワシントンと長い。井山さです。こういう単純なボールですと井山さんは非常にいいディフェンスをします。ポジショニングもいいですしね。あとね、ゴールキーパーの菅畑もね、高さがあるんで。今ポンテも自分たちのプレーに関して熱くなってますね。ですからイライラしてるんですよ。やっぱり全体的にね、活動量が少ないですし、やっぱりボールが前に、運んだら3人とかねで攻めようとする気持ちは分かるんですけど、もうちょっとね、後ろからもサポートしながらいいコンビネーションを作ってほしいですよね。
それができてないんでイライラしてるんですよね。まあ、プレーが終わって今ちょっと長谷部とポンテが言い合ってました。まあ、田中さん何度も言われてますように数的優位が今うまく活かせてないんですね。そうなんですね。相馬からさあ長谷部が出るオフサイド。長谷部は今ちょっと感じながら出ていきましたからね。オフサイドポジションでした、あと相馬との関係ですね。まあそんなことを言ってる場合じゃなくてね、やっぱりチーム全体として点を取るために何しようということを、ね、確認し合っていけばいいと思いますけどね。細貝からワシントンへ一旦当てます。長井は中に来ます。本山のディフェンス抜けた。ワシントンにアサイドへ。ファウル取られましたね。ワシントンのファウルが本山に対してあったんですね。強引に入っていったワシントンのファウルを取りました。右サイドに打ち出すと鹿島もね、もっとね人数かけたいんでしょうけど、なかなかねそれもできないですよね。はい、限られた選択肢の中でよく繋いでますよね。そうなんですよね。でこういうところもねうまくポジション取って攻めたいんですけどね。本山です。田代からマルキーニョス、もう一度田代、穴がある、柔らかいボールから野澤だ。先制アントラーズ。いやナイスゴールですよ。鹿島先制です。見てシュートするテクニックもね、はい、素晴らしかったですね。下がってるんですか。いや惜しいですね、続きはね。そうですね、まあ、右足で、まあ、擦り上げるようなシュートでしたが、そうですね。でやっぱり、ね、いろいろと、ね、お互いに要求している間にこういう風になってしまうわけですよ、はい。選手同士でやっぱりどうやって点を取るかっていうことをね考えてやっていけば多分こんなことになってないとは思うんですよね。まあ鹿島には失礼ですけど、今のね田代のドリブル、スルーパス、最後の野沢のシュート、はい、素晴らしかったですよね。そこに労力が惜しむっていうプレーがないですからね。長谷部が中に来ます。ディフェンスはマルキーニョス、ノーファール。西岡さん、はい、アントラーズベンチ中馬選手が呼ばれました。点も取ってアントラーズが動くそうです。さらに船山選手も呼ばれました。中央船山という若い選手2人が呼ばれました。まあ、船山は前節柏レイソル戦で決勝ゴールを決めたプレイヤーです。さあ3対3ですよね。マルキーニョス4対4。左は野沢、右内田。ちょっとねもったいなかったですけど、こういったところでもね分かりますよね、自分たちが何をしなきゃいけないのかっていうのは必死になってやってますよ。そうですね。右サイドにポンテ、トゥーリオ上がってます。ワシントンとトゥーリオゴール前。だから今のようにねポンテとかワシントンで点が取れちゃうんでね、このあたりは鹿島しっかり守らないとね、今1点リードしてるわけですからね。ヒントを見てます。宮正はトゥーリオをチェック。主審の大木屋さんは大岩とワシントンを呼びます。ポンテ、長谷部から戻ったボールは相馬が去ります。今度は小笠原が行く。ボールは鈴木啓太、センターボレーシュート。あーバウンドは難しかったですけどね今ね。
ようとしたんですが、どうやらオリベイラ監督思いとどまったようで、今ですねベンチの中でもう一度指示のし直しになりますね。一旦9番の田代に変えてというボードは出てましたが、慌てて奥のコーチが行きました、取り下げました。そして、一緒に呼ばれた中国選手の投入はこのまま少し様子を見るようです。はい、マルキーニョスサイドに逃げていきます。指示を受けているのは中盤の船山。スローインは小笠原です。田代、これはうまく相手に当ててコーナーを取りました。アントラーズ、取りに行くために岩政と大岩剛は上がりました。レッツはポンテが前線に残っています。支援行為を取ります。なんかちょっとねあまり出してほしくないですけど、対して遅延行為でイエローカードが出ました。ここで選手交代です。田代、はい、と変えるんですね。そうですね、笛が鳴ってますが、今ポンテがボールを追っていきました。西岡さん、はい、レッツベンチですが小野選手が呼ばれています。小野伸二はもうユニフォームに着替えました。あ、出ますか、先に鹿島に選手交代、田代を下げて船山投入です。まあね、まだ20分近くねありますんで、はい、レッツはねちょっとこう目を覚まして総攻撃を取らなきゃ、なんかなかなか取れないですからね。船山が今左のサイドバックに入りましたね。最前線マルキーニョス1枚、はい、元山が右サイドに今度はサイドハーフに来てますね、はい、右に元山、左が野沢です。センターが小笠原と青木。レッツはなかなかボールが回りません。トゥーリオは前線に上がりました、まあ、苦しい時にはレッツにはパワープレーがありますそうなんですよね。開いて相馬、長谷部、いいディフェンスしてますからね。そうですね、ね、すごい間にねくさびれて入れたいんですけど、なかなかね。ワシントンを使います。苦しくなって今長いボールを使っていきました。長谷部、石岡さん、小野選手は16番、相馬選手との交代です。相馬に変えて小野伸二、左足首を痛めてましたが間に合いました、まあ、本来このゲームにはとてもじゃないけれども間に合わないんじゃないかと言われていた小野、ね、まあ、逆にね小野があの帰ってきてどんなプレーをするかっていうのも楽しみですし、はい、今レッツがね負けてるわけですから、彼の力がどのぐらいねこのチームに影響を及ぼすかですよね。そうですね、西岡さん、はい、この選手自身はですねクラブワールドカップの初戦に間に合うように目標を立てていたようなんですが、今日こんなに早く復帰できて嬉しいというふうに言っていましたね。今日はとにかくチャンスが少しでもあれば自分のプレーを見せてチームに貢献したいと言っていました。はい、戦の出場は9月の22日日産スタジアムで行われました横浜 F マリノス戦以来2ヶ月間戦列を離れていました。トゥービーはもう上がったまんまですね。そうですね、相手が10人ということもありますからね。長谷部からセンターへ、
と思うんですよ ね、 そ う、 ですね。そうなるとね、高さも必要ですし、やっぱりワイドからの速いクロス、カウンターアタックも必要ですし、いろんなことをね考えていかなきゃいけないですね。センターにワシントンとトゥーリオ、そして永井は今左サイドに張って待っています。後ろから小野伸二、長谷部つながってセンターへ。今誰、ね、横にいたんでね、やっぱりそのまま行っても面白かったですけどね。細貝から長谷部落として大谷がクリアします。まあ、こういう状況は続くと思うんですけど、ここから鹿島うまくね繋ぎたいですよね。そうですね、左サイド来ましたよ。スペースがある、柔らかいボールを使う野沢へ。野沢と阿部勇樹、非常にこうカウンターの狙うタイミングというのがいい。アントラーズここでね数的優位作ったわけですけど、ここで攻め切ってしまいたいですよね、はい、レッツはね。あ、いいディフェンスですね。青木拾い直してポンテ、柔らかいボールでトゥーリーを使う、止める、戻して長いだ、ソガハタ出ます。ナイスキャッチですね。いい判断ですよね、ソガハタ。その前に今オフサイドを取りました。時間を使っていきます、ソガハタ。それから小笠原も今ちょっと足を痛めたようで、まあ、今痙攣してしまったようですね。ね、相当動いてましたしね。面白いもんで、こういう時期はね、夏場ですとどんどん水分補給するんですけど、涼しいですからなかなか水分補給しないんですよね、はい、そうすると痙攣とかね多くなりますよね。今オリベイラ監督は本山を呼んで指示を与えています。もう鹿島の戦術はもちろんこの1対0で逃げ切ることです。ですね、ですからいろんなことをやってきますし、それにレッズがイライラしてもしょうがないし、鹿島はね1点でリードしてるわけですから、はい、うまく時間を使うことをね考えればいいと思いますね。そうですね、アントラーズは勝ちますと69ポイント、首位レッズといよいよ1ポイント差に迫ります。ホーム最終ゲーム、来週は12月1日にエスパルスを迎える一戦を控えています。あ、ちょっとこのパスもねもったいないですよね。ここで治療を終えた小笠原が立ち上がりました。蹴るのはポンテ、長いボールはソガハタが出る。ちょっと今タイミング、ジャンプをしようとしたところで阿部と接触をしました。そうですね、まあ、お互いにねちょっとぶつかったんですよね。カンナーとオジェク監督が今腰に手をやりながらスタンドをちょっと見上げるような表情をしました。このところ正直言いますとちょっと点が取れないですね、田中さん。ですね、惜しいシーンはいくつかはあるんですけどね、やっぱり数多くはないですもんね、はい、先週のエスパルス戦はスコアレスドロー0対0、その前のフロンターレ戦のゴールは PK での得点です、1点。長いポンテは一旦下げるように指示を出してます。戻して小野伸二、アウトにかけて柔らかいボールだ、ヘディング届かない、トゥーリオ、キーパ ー、 あー、ナイスキーパー、ナイスキーパーですよね、その後ね。その前のホームグランパス戦も0対0でしたから、3試合流れの中からは点が取れていないレッズ。今のもちょっと声出してあげられるとね、なかなか聞こえないですよね。はい、トゥーリオは前線に残ったまま、ね、後ろは坪井と阿部勇樹、まあ、中ね大岩と岩間さんも必死ですよね。簡単に2体作ってここからクロスですね。鈴木啓太のクロス、岩間さん、もう一回サイドに開いて、もう一回どんどんね
やり続けていくことが大事ですね、レッズはね。長い投手です。パスよ、柔らかいニアサイド、おっと手を使ってしまった。長谷部のファウルです。残り時間が10分を切りました。まずレッズが今日優勝を決めるためには最低限追いつく必要があります。そうですね、ちょっとやっぱりね、前半後半といい、少しこうまとまりというかね、はい、チーム全体でっていう雰囲気が少なかったですからね。西岡さん、はい、改めまして中吾選手が呼ばれました。変わるのは8番ミッドフィルダー野澤選手です。小笠原は先ほど足をつったようですけれども、今プレーできてますので変えないようです。この後ですよね、交代してどうなるかっていうところですね、はい。まあ、中吾ですから守備の方のね、選手ですよね、はい、中盤でありながらやっぱり守備的な部分をケアしていこうってことだと思いますね。野沢に変えて中吾投入です。西岡さん、はい、今日一番のウィーアーレッズ、大きな、コールが出ています。選手たちが口々に言うのは、常に苦しい時にはこのファンが支えてくれた、ファンの声援があるからこそ足が一歩出たりとか、はい、もう一踏ん張りできたんだ。まあね、ですからそういう意味でもね、時間はないわけじゃないんで、レッズの選手たちはね、その勢いを持っていかなきゃなんですよね。まあ、これが連覇する難しさでもあり、今シーズンはアジアも戦いました。この終盤に来てタイトルを取る難しさを感じているはずです。ここでね、ちょっと時間かかるとスペースへ戻して小野へ、まあ、ここをね、読んで走るっていうのは長いには無理だと思います。そうですね、ただね、相手もね、しっかりボールに対してプレッシャーをかけてきますよね。はい、戦略復帰をしました小野伸二。この布陣に変えた意図はやはり右ポンテ左長い、あるいは下がった位置の小野伸二から前線のワシントントゥーリオをいかに使うかですね。はい、そうなんですね、だから速いボール回しからできるだけ高い位置のワイドからクロスを入れればヘディングの競り合い、はい、プレーできますけど、そうじゃない時たま中空いた時はね、思い切ってドリブル、あるいはワンツーで突破していってもいいと思うんですよね。それがなかなかできてないんですよね今日はね。最終ライン、鍋勇気、そして小野、小野対中吾。この辺りも、ね、しっかりねボールに行ってますからね、はい、ポンテには今青木がついてます。もう入れてもいいと思いますけどね。細かいトゥーリオが待っている、流れたボールは長い、戻して小野、逆サイドへ、ちょっと長くなる、間に合ってポンテ、ありますね、繋がったか、ボレー、ナイスキーパーだ、強烈でした、ワシントン、ね、今そこあったハイプレーですよね。ポンテのちょっとアイディアを変えた折り返し、これね、早いボールですよね、うまく合わせましたね。ポンテからワシントン、チャンスです。本山えぐってシュートだ。いや、今もやられてますよね。今失点しなくてよかったですね、はい、レッツもね、トゥーリオ1点を追っています。レッツサイド空いてますよ、ポンテがね、柔らかいボールを使って小野からポンテ、ゴール前はワシントンがトゥーリオ、もう1枚欲しいですね、遠いサイドへ流れていく、トゥーリオサポートは長い、ませんでした。長野のイメージとすればシュート性でありながら、ね、ポンテと、あ、ポンテじゃない、ワシントンとね、はい、ここ入ってくるのを予測したと思うんですよね。ア
シントンを見てたんですね。今日のお客さんは62,123人という発表です。これで J1 の通算入場者数も650万人を超えました。レッツ今シーズンすでに100万人を超えてます。3人目今増田近志が呼ばれました。ワシントンの落としポンテが来ます。後ろにねツーリアもいるんですけどね、はい、やっぱりちょっと今日のレッズなんかこう合ってない部分がね、うん、少し見えますよね、はい、それよりも鹿島の泊まりの方がね目立ちますね。そうですね。から最前線マルキーニョス体を当てるファールになりました。右サイドからポンテ、長谷部、もう前線はトゥーリオが上げてこいとジェスチャーしてます。やべ、もう一度長い、いいボールが上がるかですね。下がったヘディング、キーパー、ナイスキーパーですね。落ち着いてました。そば旗ちょっとねボールが高かった分抑えきれなかったですね。次もね強く打てなかったですよ。はい、まあですね、柔らかいボール叩くことができませんでした。はい、アントラーズは選手交代、内田に変えて増田近志、遅延行為になります。内田ですか、内田にイエローですね。まあ、今もらってもねどうしてもないんでしょうけど、本人はレフリーを背にしてましたので全く気づいてないかもしれません。サイドを狙うトゥーリオ、戻してヘディング、ワシントン、まあ、そこでね勝ってんですけどね、その後のボールですよね、その後のボールをシュートにつなげれてないんですよね。これで今中央を右サイドに、その前に増田を置きました。今日はディフェンス登録のプレイヤーをアントラーズはベンチに置いていませんけれども、両サイド、まあ、内田それから新井間が途中で退場と、非常事態の中でも、はい、中盤の選手がね、うまく機能して、はい、ディフェンス面に入ってもね一生懸命やってますからね。そうですね、本山がね本当にいい仕事してますね今日は。ここは増田がいま す, いいす、ね、右サイドには増田、その後ろには中央、左サイドには船山、ここからですね、ここからもう上げていいですね。すごいです、ハイボールトゥーリオへ、ワシントンだ、キープをする、ファールを取りました。高いタッチということですかね、はい、決定的な場面がありません。レッズホーム最終ゲームです、まあ、このままじゃ終われないでしょうけどね、もっともっと攻撃していかなきゃいけないですね、はい、そうですね、今シーズンこの埼玉スタジアムで敗れたのはリーグ戦フロンターレと、そして大宮アルディージャ、埼玉ダービー。小笠原、柔らかいボールを使います。マルキーニョス、オフサイドありません。キープに行きますよね。時間を使っていきます。
ですね、唾を吐いたのか何を言ったのか、そういうのはダメだということですかね。でアントラーズボールには変わりはありませんが、はい、アディショナルタイムの表示は3分です。船山は今会場でゴール裏歩いて戻ってきます。鹿島は2人少なくなりました。なんかもったいないですね、まあ、勝利がね短い時間だけにね、まあ、サッカーはこれなるまでは分からないんですけど、はい、ほぼねあの勝利を収めつつあるアントラーズなんですからね、そのあたりは慎重にやった方が良かったですよね。もう選手交代は3枠使った後です。9人対11人、この間に鹿島は最終ライン、今大岩が指示を出して、守備の確認をしています。中部は右、そして青木が今左に入ってます。その前には本山と増田近志。時間がかかってますね。かかってますね。この辺りをね、さすがのうまいですよね、アントラーズの選手たちはね。ようやくゴールキック、レッツボールに変わりました。さあもうワンチャンス作れますかね。小野伸二ドリブルでボールを運びます。そしてポンテリターンパスを受ける小野、右サイドを使う鈴木啓太、オフサイド。オフサイドですかね。今ね中川の選手はそうだったのだったんですかね、はい。今ジャッジに関してオジェクさんとも熱くなりました、ね、熱くなりますよね、敗れますと今シーズンの3敗目になります。首位レッズ、一気に2位のアントラーズと勝ち点差が1ポイント差になります。あ、また遅延行為、ね、退場じゃないですか。そこでもらってなかったですかね。今日遅延行為で相当カード出てますね。そうですね。その3分はすでに経過しました。もう時間がありません。さあいいボール上がりますかね。ポンテ長いボールを使う。ワシントンへヘディングシュート。いやーよかったですね。でもそこまで行きますからね。このまま行きますとレッツの連覇は最終戦横浜 FC 戦に持ち越しとなります。ファールは鈴木啓太。いやこの辺りのドリブルの仕方も上手いですね、本山ね。本山がねうまく抜け出せばチャンス。あー、はい、ボールをセットします。小笠原、まあ、キープでしょうね。マルキーニョスボールキープ。試合終了。優勝は最終節に持ち越しです。まるでアントラーズベンチは優勝が決まったかのように喜んでます。8連勝すごいですよね。あの後半になってもねやっぱり10人でもしっかりとディフェンスをして、はい、攻めももちろんチャンスがあれば出ていっていきましたし、いいゲームやったと思いますね。そうです。それも前半のうちに洗い場が退場して、はい、苦しい中で勝ち点3を取りました。そうですね。逆にレッズの方はねちょっとまとまりがないというか、はい、ちょっとこう息抜きしちゃったなって感じのゲームだったですね。残念ながらいいところなく敗れましたね、はい、浦和レッズと鹿島アントラーズの一戦第33節は0対1、アウェーのアントラーズが勝っています。